知らなかった、知らなかった。やだやだやだ。やだやだ。あり。バケピックとして続いて聖書と副賞です。可愛いチャンネルであれだな、平井君面白いこと言ってくれると。そうっすね、はい、しっかり撮ってきます。タイヤ登場。では話聞いていきましょう。優勝エミナ・ティリオ選手、おめでとうございます。皆様、見事なポールトイン、すごいよくよく考えて、あれ、俺ポールト何でいいですか。成績としてはね、いいんですけど、ちょっと海老名選手と離れたところは悔しさが残りますね。まあ、基本です。あ、もうすでに匠が転んで、宮崎が絡んで、簡単な実際にあんまり嫌だった。海老名まで行こう。おめでとうございます。さあ、そして天村さんに入りました。おめでとうございます。ありがとうございます。マグネシキは。そうですね。今の時期は頑張ります。今日展開的にもね、ちょっといろいろ波乱があるパートだった。そうですね。なんかここ最近ちょっとなかった。そして第4位の宮崎宏選手がいます。おめでとうございます。低く行った方がいいコメントもらえるかな。今シーズンからいいいいもんですよ。だんだんこのシーズンを仕上がっていくのがいいのかなと思ってたんですけど、最後決勝でそろう。そうですね、言い訳はしたくないんで、さんと佐藤さんと全部に負けたのが当時の悔しいです。以上です。はい、もうそしたら、はい、真ん中を進めまして、終わりになっております。そして最後に寺井選手が入ってきました。おめでとうございます。ありがとうございます。なんか、選手に優勝してるのって言われてました。去年、散々ずっと下の方を走り込んで、使ってしまったんですけど、ちょっと棚ごたでしたけど、まあ、初めて良かったです。ここからってことですかね。そうですね、あのポイント獲得も初めて、ここから今年、まあ、コツコツと朝盛り食べるので頑張りたいと思います。いいですか、大丈夫ですか、宣言してもらって大丈夫ですか。そんなんで大丈夫です。大丈夫、おめでとうございます。そして第6位にママのコーディーがいきました。おめでとうございます。ありがとうございます。成功を見渡して、強力な選手で、ある優勝を。まあ、お二人と相談して、肩元で、追い込まれたんで、まあ、あの上で、はい。上手に優勝、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、6位にママです。そして、高級デザイン賞。高級デザイン賞。賞金が出てる。おめでとうございます。では写真を撮りますので。
ので、皆さんよろしくお願いします。これね、たまにこの棚ボタですっていうコメント、まあまああると思うんですけど、棚ボタってその位置にいないと棚ボタも享受されないですからね。いいところを走ってないとダメです。はい、行きます。SP エキスパートクラスです。優勝エミナテリアス選手、第2位板山久々選手、第3位ハゲセンブ選手、第4位宮崎宏選手、第5位寺井誠一郎選手、第6位馬場つかま選手です。おめでとうございます。本日のレース表彰は全て終了となります。おめでとうございます。俺だから出してください。いいな、この傘。めっちゃ欲しい。おめでとう。